を知ることはない。しかしさらなる可能性を持って生まれる魔導士、大いなる試練にあった者 のみが気づき、本能力なんかゼロかな。ひとたび火が通り、魔導士は次元を渡り、あらゆる次元から魔法を引き出し、力の極限に、彼らは旅を張り、それがフレインズのカードだった。了解しました。探せませんでした。あるか。クリーチャーが悪いわけではない。悪いのはそれを信じているクリーチャーの方だね。確かに。
いい考え、いい考え。やられちゃうの。タイミングですね。すみません。ここだったら。ひどい。ワンドルした。はい、簡単。なんでワンドル。やっぱり、そのままタイミング。お願いします。屋上メニューができるように入ってるわ。なかなかのゴミ箱が、はい、ダメ。ゴミ箱いっちゃった。ゴミ箱いっちゃったよ。でも捨てられてないだけまだマシだよね。汚れてるだけマシだよ。原因こんな中にあったりの命令が。あまり多分4時ぐらい。
結局使うのがライフゲインしちゃダメっていう。3テンプラ1しか使わねえから。それ以外にモードついてねえから。上陸させる途中で嘘だから。ないっすか。ないない。してご。最初はプレイヤー見てみて、うん、忘れてるから。アウクロで EDH で使うのはどうでしょう。忘れてる。
F6 あんま F6 っていうかあの先手後手を間違ってて一旦目終わるよね。先手一旦目終わるんだ。どうしてもいい。じゃあ相手がね二戦目に相手が先手取られる迂闊に後手回してあのこっちに先手回してきた時にどうせ相手だよなと思ってうっかりクリックしてってやべえ多分終わってるってなってタイムアップされるの。あるの。相手が先手で攻めた8枚やん。ワンドローしてねえのにもう先手渡してるっておかしい話になる。何やってんの。でもね、あるんだ。でもあるんだわ。一旦目終わっちゃうんだよ。何も知らないうちになんかここにアイコンちっちゃく出てあれこれかなと思ってクリックするとエンドってなるあれちょっとなってるあれ。ちなみに何回か現場目撃したけどあれは同じ。何言ってたんじゃない、リアルじゃ絶対にやらないような気持ちとか言うのばっかりしますから。そういう使い方か。まずね、唯一の黒枠7番の黒枠っていうこのバッターを5号石川君が2つ入れるのが 1号。あとは2号機から5号機まで同じ駅大体4駅だ。え、それ野崎じゃね。レイヤーレイヤースが終わったやつ今ファイル。あと多分5、6時間あればできるから遠い遠い。ちょっとってまだワークショップしか終わってないんだから12時に来て初めて。ああ1時間に、そうだ、各色1色ずつで終わる。こっちアーティオットって終わった遠いな。やばいわー。
でいいよ、別にこの辺りに。確か、あそこ、なくてないけど、コントロール、普通、機械でパワー見てどうしてもいいみたいな。ああ、そういうことに途中入れたらゴリラ半ダメみたいな流れのイメージがあって、青くのね、運転なんでワンチャン欲しいかもっていうの。で、枚数確認したんですか？いや、持ってないんですよ。使われてたかな。持ってないんですよ。なかったですはい。以外なら全部やれるぜってぐるぐる回るぜ。じゃあすみません、これ戻るの、はい、戻るのはちょっと自分のライフの方です。ライフのそしたら15終わり。あとレガシーのあれ、電車券も入って、電車って電車取れないから、ちょっと自分解決するから、唯一引っかかんないのがそれしかなかったんで、皆さん見つけるんだな。はい。もうすぐに結局突き出して、はい、どこまで行きたいですか？もう一度、こっちを切ります。どこまで振り立てるんだろう。大体は強いじゃないですか。強いじゃないですか。ただ、しっかり入れておいていいね。確かにダメな気はする。割れるぞ。
俺と二人きりでボードに行ったらケツが割れたんですよ。絶対じゃねえよ。バラバラするのね。新しいやつ。1個ずつ選べるやつ。ありますね。